これはゆうかちゃんって言ったか。ちょっとモモ閉めないとやばいよ。ゆうかちゃん、お気をつけて。気をつけてよ。ここ気をつけてね。このアンダー。はい。もう一歩行ってからコース整備します。頑張れ。モモがね、笑っとるのよ。モモの内戦だね。後で教えよう。おお。ね、モモちょっと回す。足首少し立てるってね。反らすっていうか、で片付けもうちょっとないとグリップしない。はい、お願いします。はいよ。はい、エリッサ。おお、ももね、足首小指側ちょっと立てて、インサイド側に荷重点置いといて、もももうちょっとひねる必要あるよ。もうちょい膝を押さえておいた方がいい。ヒョンヒョン、もう少し中間してね。腰サッカー面白いし、サッカー応援している自分もなんか楽しいし、その日本代表っていうなんか手もうちょっと下げなきゃダメな。サッカーコミットしてるみたいな気持ちが多分楽しかったんじゃないかなと思って。ザクッさあ、パッドがちゃんとつきました。さっきは右左逆でした。さあ、ここからロングに入っています。当たれ今の。もう少し、もうちょっと低く構えて、肩の力抜いて落とせね、上体少し深く、懐深く構えて、もも内外旋で膝の左右の動きもうちょっと出すと。うおー、どこ行くんだい。おい、びっくりすんな。おい、はい、エリッサ。そう、もう少し中間しているね。手がね、高すぎるから手下げて、もう少し重心下がるね。そうだ、膝動いてきたぞ。もうちょいだ。手下げろ、手下げて肩の力抜け。ストックつけるといいんだけどね。またストックはしてやろう。撤収の準備してくれ。はい、もうちょいだ。中間して、もっとね、中間して。もう片半だぞ今のは。人生初の片半じゃないか。もう少し中間して、低く構えろ。よし、出ます。よろしくお願いします。はいよー。
あ、間違えてない、大丈夫だ。そうそう、ちょっと中間もうちょい中間姿勢でね、頼むね。外膝の位置するとさ、中に先端入ヒョンヒョンヒョン、ストックをつきなさい。あ、スロー。